小倉競馬場、冬は小倉大賞典、夏は小倉記念などの重賞が組まれ、直線は平坦ながら3コーナーから直線入り口まで下り坂の影響でペースが速くなり、差し追い込みも決まりやすい競馬場である。皆さんこんにちは、今日はですね、外差しになった小倉の芝は外の上がりの速い足を使える馬を買えばいいだけ説やっていこうと思います。皆さんやってまいりました、この夏の唯一のボーナスステージ、外差しになった小倉、これで毎年儲けさせてもらってるので今年も一儲けしたいと思います。本日のルールです。8月14日の小倉競馬場の芝のレースで勝負します。真ん中から外の馬で、過去3走上がり3ハロー上位3位以内の足を使った経験のある馬の3連複牧草を購入します。18頭立てなら9番から18番の中から過去3走早上がりのタイムを出した経験のある馬のボックスですね。該当馬が2頭以下だった場合はその2頭から外の馬に3連複流しをします。8頭以下だった場合は早い上がりを使った経験のある馬のボックスを購入します。それでは8月14日小倉競馬場で検証開始です。このレースの該当馬は1番人気10番のお化けの金太、7番人気5番のセロンテソーロ、該当馬が2頭だけなのでこの5番10番から外の6、7、8、9に流して3連複で勝負します。10番お化けの金太は絶好の手応えで4コーナーで先頭、5番セロンテソーロは後方の位置から外に出して直線にかけます。お化けの金太はいい感じ、そこから大丈夫だね、お化けの金太は大丈夫、あと5セロンテソーロ伸びてこい伸びてこい伸びてくるはず、よしよし来た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 、させ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 、よし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 、あと6残せ6残せ、よしよし。でもこれは10頭立てだから安いかな、払い戻し金見て腰抜かしそうになりました。でもこんなつくんだったらもっと騒ぎがよかったな。万馬券的中です。はい、決闘ワンポイント講座です。今のレース3着に入った馬のお父さんはダノンレジェンドです。ダノンレジェンド3区なんですけど、去年まではダート短距離外枠でプラス回収率でしたが、もうねこれね、上谷さんがすごく言っちゃって有名になりすぎて過剰人気するようになっちゃったんですよね。でね、美味しくなくなってしまってます。今のダノンレジェンド3区の買いポイントはダートの距離短縮です。特に 1600m 以上で距離短縮で出てくるとプラス回収率です。あとですね、芝だと福島小倉の芝の 1200m、 まあ、タフな舞台で知られてるんですけども、そこで買い続けるとプラス回収率です。福島だと単勝ベタ買いでプラス、小倉はですね本当に馬券圏内に、2桁人気の馬がズバズバ来るので今の時期おすすめです。このレースの該当馬は3番湘南アキドン、4番ピヌサンブリス、5番デルマトトカケ、6番ネイブルの4頭、馬券は3番4番5番6番の4頭ボックス。ピヌスアモリスが飛ばないとガミですが、ピヌスアモリスは私の POG の指定指名馬です。4番ピヌスアモリスが3番手、3番湘南アキドンは4番手、5番デルマトトカケと6番ネイブルは5番手6番手で最後の直線です。うわ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 、これ5番と6番ピンチか、無理かこれ、あー無理そうだな、いやーそうしたらピヌサンモリス頑張って刺してくれ、頑張って刺して刺して、うわーこれはあかん、あー7頭立てで4頭ボックス使って外れるんか、あーしかも POG も負けた、あーこれはショックです。このレースの該当馬は10番、11番、12番、15番、17番、18番の6頭。馬券もこの6頭の3連複ボックスの計20点勝負です。
15番名将空船が3番手、名将空船をマークする形で17番が先段をキープ、11番10番12番18番は後方からの競馬で最後の直線です。今村ちゃんそんな外くれたらもう無理だろそれ。いや17なんとか来て、あー厳しいか。おお10と11来てる。させ今回はすげえ騒いだ割には全然ついてませんでした。決闘ワンポイント講座です。今のレースの舞台の僕らの芝の 1200m ですね。スタート直後から直線の入り口まで下り坂が続いてハイペースになりやすい、スタミナが問われるコースです。特に開催後半はですね、うちの馬場が荒れて外の差し追い込み馬が多く台頭します。スタミナに優れている欧州型血統が有利になるコースです。外の差し追い込みの欧州型血統の馬を買い続けるとプラス収支になります。このレースの該当馬は6番、7番、10番、11番、12番の5頭、馬券は3連複6番、7番、10番、11番、12番の5頭ボックスで計10点勝負です。10番ベリービーナスが逃げて先頭、11番エグランタインが外の2番手、7番ラスマドレスがうちの4番手、6番プリティユニバースと12番トメセニン切りは後方からの競馬で最後の直線です。11番は大丈夫そう、11番大丈夫そう、いやもうこのままでは当たりだよ、残してくれ。あー10ダメか、わーじゃあ7残せ7残せ、よしよしよし、6も来てる6も来てる6も来てる、よし6、あー1くんな1くんな、7残して6させ、6、6、6、7、6、7、よし2着争いはどうでしょうか。残したでしょう7、どっちだ。12番の巴千人斬りは3歳牝馬なんですけど、巴ちゃんもっと自分を大切にしや。このレースの該当馬は10番、11番、13番、15番、16番の5頭、馬券は3連複ボックスで10番、11番、13番、15番、16番の5頭ボックス計10点勝負です。15番が外の6番で、13番、11番がその直後につけて、10番、16番は後方からの競馬で最後の直線です。この展開は小倉の外差しになれば当たるはず。16飛んでこい、13も11もその外、外3頭来い、外3頭伸びろ、よしよしよしよっしゃよっしゃよっしゃ、これは来た。最後は外から11番の帝王、よく新潟の戦直外有利って言うじゃないですか。これね、小倉のね外差しになった時の外枠に入った差しを横に狙った方が断然惜しいっすよ。はい、決闘ワンポイント講座です。今のレース3着に入った秋葉はミッキーアイル3区です。ミッキーアイル3区の復習をしていこうと思います。ボンバーはダートのワンタン、ヒンバは芝のワンタンでプラス出身になります。覚えやすくてめちゃめちゃ来るので、血統初心者の人や血統ちょっと懐疑的に見てる方はまずこの芝場の会場券から買い続けてみるといいと思います。このレースの該当馬は8番、9番、10番、12番、13番の5頭、馬券もこの5頭のボックスで勝負です。9番ウィン・リブルマンが3番手、それをマークする形で10番エスコーラが4番手、その後ろに12番ウエスタンバードが続いて、8番、13番は後方からの競馬で最後の直線です。9とエスコーラは大丈夫そう、9とエスコーラは大丈夫そう、あと12伸びてこい、12伸びてこい、12ダメか、伸びないか、あーダメだ、あーもうエスコーラ、それも POG 期間中に4連勝してくれよ。
はい、外れです。オーラ勝ちました。そしてはい、決闘ワンポイント講座です。今のレース勝ったエスコーラは母の父欧州型のディープインパクト3区です。母父欧州型のディープ3区なんですけども、3歳の夏好きから本格化する傾向があります。コバの混合重賞だと単勝回収率 153%、 副賞回収率 100% でプラス回収率です。なのでこれを POG で指名するのは間違ってましたね。はい、ではディープインパクト3区のその他の会場券載せてありますのでご覧ください。小倉記念の該当馬はシフルマン、カデナ、ヒンドゥータイム、カテドラル、スーパーフェザーの5頭。馬券は9番、10番、12番、14番、15番の5頭ボックスで計10点勝負です。10番カデナが3コーナーからまくり気味に進出、14番、15番は後方のポジション、12番ヒンドゥータイムが中段からの競馬で、9番シフルマンは逃げていますが苦しくなって最後の直線です。今村ちゃんはさっきからどんだけちょっと回してんだよ。もう絶対届かんって、もう無理だわこれ。最後の最後で説得力なくなっちゃうじゃん、こんな勝ち方されたら。もう外れです。はい、皆さんどうもお疲れ様でした。皆さん今日ごめんなさいね、ずっと鼻が詰まってて、なんかハムボみたいな感じになっちゃって聞き取りづらかったと思うんですけど、でも今日のこの検証すごかったでしょ。外差しになった小倉の芝は外の上がりに速い足を使える馬を買えばいいだけの説立証です。はい、どうもありがとうございます。これね、マジでめちゃめちゃ使えるんですよ。これね、俺気づいてから5年これやってるんですけど、毎年こうやって10万馬券とか当てたりとかできるんで、本当に外差しになったらぜひ実践してください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。